どうもトレインです。本日もマリオカート実験やっていきます。よろしくお願いします。最初の誤差 150cc のキノコリズジウェイト。はい、皆さんね、ゴールデンウィーク始まりましたが、いかがお過ごしでしょうか。お出かけ行ったりね、もう家にずっと引きこもって YouTube を見てるかもしれません。僕はちなみにですね、普段と何も変わらない生活を送っております。ゴールデンウィークだからといって何か変わるわけでもないと。まあそれでいいんだよな。変わらない日常っていうのもいいですからね。はい、ってことなんですけども、まあゴールデンウィークね、せっかく、まあ、みんなも時間あると思うので、しばらくね、配信多めにしようかなと思います。で、今日なんですけども、9時ぐらいから、まあ久しぶりにね、ラウンジの配信でも、まあ、しようかなと思います。まあ昨日のね、大会の余韻もありますからね、まあそれのまあ、込み込みでね、ちょっと配信していければなと思っておりますね。で、明日がね、なんだったかな、青鬼やったり、で、その次の日はマリカ島で、木曜日に、8番出口と、まあ、いろいろね、まあ、予定考えておりますので、ぜひね、見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、実況にちょっと戻っていきつつやりたいんだけども、あとね、ちょっと2レース目にね、まあ、昨日大会出て、まあ、それの感想とかもね、ちょっと話していければなと思います。よいしょ。さあ、トゲゾウ食らったけど、アイテム交換してね、コイン取りたかったんだけども、ちょっと後ろが近いからね、まあ、厳しいですと。俺もアイテム前投げてくれるだろうから、よしよしよし、やってくれてるっぽいね。ナイス。さあ、これはショートカット行きたいわね。さあ、おっと、なんか譲られたんだったら、赤コーラ投げられるかもしれないから、一旦ちょっと様子見でいいかなと。で、まあ、ショット化するタイミングでダブル割りながらいければ、まあまあまあ、安定して勝てるのではないかなと。おっ、プレーブルルルルー、危ねえ。いやー、よく保持してて、本当に良かったシリーズね。よーし、チェーンオッケー。いや、これ俺赤コーラ投げてたら崖目かけて飛んでいく？もう落ちる人になってたからね。危なかったセーフ。はい、ということでね、本日も最後までご視聴よろしくお願いします。第2レース行きましょう。さあ、第2レース目、ヨッシーアイランド。まあ、ここはね、いつも通り打開狙っていこうかなと思います。よいしょ。でね、昨日のね、個人杯についてね、ちょっと話そうと思うんですけども、まずね、皆さん、応援しに来てくれてね、ありがとうございました。普通にね、嬉しかった。応援されたことに対して。ただちょっとね、俺が、ね、準々決勝か、ちょっとしたミスがね、重なって、ね、惜しくもちょっと負けてしまったわけなんですけども、まあ、正直ね、やっぱり、負けたことに関しては、めちゃめちゃ悔しかったわ。ただ、それと同時に、こいつ危なすぎる。こいつ危なすぎる。まあ、それと同時に、まあ、負けたのことに関しては本当に悔しいんだけど、自分意外とミスしなけりゃ、戦えるんじゃねと。そういう気持ちにもなったね。やっぱ今回の負けって、その、自分が下手になったから負けたとかじゃなくて、本当になんかちょっとしたミスが重なって、負けちゃってたから、まあ、そういうところをね、しっかり見直して、戦いさえすれば、俺意外とまだまだ、いけるなと、確信した。だそれが嬉しかったね。やっぱこう、まあ、恥ずかしながら、そんなにマリオカートをね、昔ほどがっつりやってるわけじゃないのよ。もう、がっつりやってないから、まあ、どうしてもちょっとね、まあ、プレイングスキル的にも下手になってるとこあったのかなとか、ちょっといろいろ思ってたりしたんだけど、いや、意外と戦えるっていうことにね、自信がついたから、いやーレベベレベベレーバラペペペレーペペペペレペペレペレペレ落ち着いて、ちょ落ち着いて、一旦落ち着いて、一旦落ち着いて、もう、まあ意外と戦える自分がね、嬉しかった。だから、まあこれからもね、大会、出て、ちょっとね、やっぱ周りの人たちが頑張ってるから、まあちょっと苦しいところあるかもしんないけど、自分のね、持てるポテンシャルをしっかりと引き出してね、いよいよ大会でまたみんなにね、いいところを見せていければなと思っております。よいしょ。さあ、これは下落ちてるから、なんか回避してるけど、俺が上乗れてるからそのままゴールウィン。よーし、チェーンオッケー。いやー、ちょっとファイヤーで絡まれたり引かれたりして危なかったけども、
まあなんとか戻り切ったね。よーし。さあ第3レース目はスイーツキャニオン。ちょっと喋りたいから前走りながら喋ろうかな。踏んでね、俺自身もね、よいしょ、なんて言うんだろうな、結構昨日か、本当に大会自体は、めちゃめちゃね、真剣にね、勝ちに行ってたわけよ。だから普段みたいに、ベラ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 喋りながらやったり、せずに、もう心と精神を落ち着かせて、もう第一に勝つことを、念頭に置きながら戦ってたわけなんだけど、いや、いいわ、あれ、全然。やっぱこう、なんて言うんだろうな、自分がさ、勝つために、必死になって、もう自分が持てる力を全て出して必死に戦うってる時の俺結構好きだなと思って。だし、楽しいんだよね、やっぱり。なんか、ゲームだから、どうのこうのとかじゃなくて、やっぱ真剣に何かやるって、改めて面白いなって思ったね。やっぱ、危ないよ。ちょっと、これ、爆弾されそうで怖いから、一応ライン外しとくけどね。いや、だからね、こう、なんて言うんだろう、大会でそうなんだよね。ちょっと見に来てくれた人も、普段よりは多いなって思ったんだけど、やっぱそうやって、真剣にやってる姿をみんなに見せることで、やっぱこう、喜んでもらえるっていう部分もあるし、まあ俺自身も、ちょっと何回も同じこと言ってるけどごめんね。楽しかったから、まあそんなこんなでね、やっぱこう、大会、OKOKOK、時と俺に任せな。出続けてね、みんなに、あ、トレさん意外とまだまだやれるんだなっていうところとか、感動とかを、お届けしたいなとは、思うね。やっぱり。だからこそ、大会もね、そう、大会配信か。配信の予定にも組み込んであるんだけど、今週のね、今週の土曜日にも、サミットの大会でか、2対2があるから、まぁ、ちょっとそれをね、やろうかなと思っております。まぁ、もう、キノコで何人か抜かされるのは別にええわ。よしよしよし。まぁ、でも2は取れそうか。この2熱っ。まあなんでね、また大会もね、出て、やっぱこう、勝ちに行く姿をね、みんなに届けれたらなと。さあ、4レース目はキノコキャニオン。まあ、ベラベラね、ちょっと思ってること喋りまくったんで、そろそろね、よいしょ、実況やっていきます。さあ、どうしようかな。キノコキャニオンだから、まあ、一旦まあ言ってもいいっちゃいいな。さあ、お金は余、1枚ぐらい余ったからよしとして。さあ、どうだろうな。結構みんな前行ってくれてるっぽいから、これは9位割りして、キノさんスターでお願いします。ナイスー。キノさんスターナイスすぎて、さあ、お金が欲しいんだけど、お金が、あっぱっぷぷれ、マジでバナさん。バナさん危なっときて、しっかりとかわして走っていきますと。さあ、まあこれはもう運搬でいいかな。さあ、ちょっとコインのね、枚数が少なすぎるのが、非常に気になるところではあるんですけども、まあ、ちまちま集めながらね、戦っていこうかなと。そのバナさんやらしいな。さすがに当たりたくないので、右端でしっかりとね、かわしてまいります。いや、これ、右端に寄った効果出たな。今の多分、真ん中行ってたら赤コーラそのまま俺に当たってたと思うから、まあ、ちょっとね、ずらして行ったメリットが出たかなと。さあ、ちょっとブレーキも踏み、トゥトゥ。ちょっとカット。オンツ4位。お強い。さあ、この2位の人、カンストだから、カンストなんかね、緑コーラを、俺じゃなくて後ろに投げるあたり、やり手だと思うから、まあ、ちょっと、で、いや、今のね、いや、お前、スター使わないのかよって言う人いるかもしんないけど、結局さ、スターなんか、最後、初とかで抜かれて意味ないから、まだね、こうやって、トゲゾウ食らって、そう、こうやって上飛んだりして、キノコ引いて、なんでやれんもうそこはキノコそこはいいところもうそこはミドさんじゃなくて、キノコやってー俺がさ、あれでスター持ってる状態で、2位とか3位だったら、さすがにスター入れてね、裏キノコ引きつつ、サンダーケアとかも、できたかなと思うんだけど、ま、さすがにな、ちょっと1位出ちゃうと、キノコ引けないからね、1位ってキノコ出ないんですよ。だからね、ちょっと使えないんよね。なかなかシャバい感じではあったけども、まあまあいいです。
一旦ね切り替えてやっていきます。さあショート化しつつバナナを吸わないように、バナナとか緑子、余計なところ、おー無敵時間スポンジタイヤのいいとこ出てる。だがしかしたかしなんだよなこれ、ちょっと苦しい、ちょっと金がなさすぎて苦しいので、立てて回収しつつ、まあ、上がっていく形にはなりそうかな。やっぱ中途半端な動きしちゃうとね勝てなくなっちゃうからね。これはね、あの9割しなくても、多分強いアイテム出てくれると思ったから、しっかりとね回していきます。とりあえず後ろでねお金回収しながら最後の最後上がっていくムーブにしないとちょっと厳しいかなといったところなので、しっかりとね、止まりつつ回収していきます。おっ、危ない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 危なすぎ。さあしっかりと9位、まあ8位だけども8位で割っておいて、何その強さその強さ何マジで、とりあえず、何そのモブ危なすぎ。とりあえずロンキー入れたいね、これここでロンキーになります。これ強いよ、これ強いですよ。まあサンダーは振らないと思うけど、サンダーは振らないと思うけど、まあまあいい順位は取れると思う。さあ4まで上がってきた、金も10枚、いいよしょ。とりあえずバナナ踏まないように気をつけながら走って、3位が赤甲羅持ってゆったりと走られていらっしゃるから無理それは。まあまあ一旦防いでおいて、これはもうちょっと、上がキノコ使わされちゃったんで、まあ4狙いかな。まあワンチャンなんか3とか入れたらいいかなって考えてるんだけど、うまいこと滑り込んで3位、おー最後は総力でねじんわりと抜かしていくと、まあまあまあいいんじゃないか、だいぶ綺麗な、3位の取り方してると思うよ。よーし、さあ6レース目は DK マウンティング。さあどうしようかな、パパッと前出て戦って、お、ちょっと待って、2位、おい2位いる仲間がいるよ幸之助お前絶対俺のファンだろ。もう今スポンジタイヤ使ってるやつ俺ぐらいしかいないからな、ありがとうな、よいしょ。まあ、ちなみに、もう俺ねスポンジタイヤね、個人的には強いと思ってるんだけど、なんかみんなに使ってほしくない、これちょっと俺だけのもんにしたいから、あのしばらくね、スポンジタイヤ弱いっすよって配信とかで言うと思うけど、まあそこはちょっと許してなネガキャンしていくわ本当に知ってほしくないものほどこうネガキャンしがち。おプロすぎ、クラクション測れたけど一旦落ち着いてブレーキを踏みトゥトゥ、ちょ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 、フィジカルがすごいな、フィジカルすごすぎて。さあここちょっとねラインが悪いからキノコ使いつつリカバリーをねしていきます。さあ2位がやり手のお方だから、まあさすがにキノコも、ごめんなさいちょっと遅いですけど、さすがにキノコ持ちの俺に緑コーラとか投げてこないと思うんだけどな、よいしょ。さあしっかりとミニターボンを貯めながら走っていきまして、いやー怖いな大丈夫だとは思ってるんだよ、うんただ野良だからね、いやこいつ使えねえわって思われたら、はあやばい使い物にならなくなった急に生かされる価値なくなったよそれ取られるとまずい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 、落ち着け俺、落ち着け俺一旦落ち着け。まあでも多分トゲゾウ食らえよっていうパターンで、俺は多分生かされてるやつだから、ちょ早急にクラクションを引いて、あーまずい、あキノコ持ってる、お願いしまーすいいねー、ナイスだねそれ、ありがたいありがたいが、こっからは男と男の1対1の勝負。いやーキノコか、俺が赤コーラ引いたらバシコシ投げさせてもらうよ。ただキノコの裏に何持ってるかだけど、何か持ってるかな、コインっぽい、コインっぽいな、コインっぽいだからしばらく大丈夫そう。いやーサンダー振った、赤コーラ引いたら俺の勝ちよこれ。まだまだ一旦伏せよう、あまずいそれは、ちょっと赤持ちの赤さんには戦えないから、じゃああの人に1位やってもらおう。いけ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 、で魚フロ、魚フロ作戦、トゲゾウ来てる、トゲゾウはまずくないか、トゲゾウはまずくないか、トゲゾウまずくないか、いろいろトゲゾウまずくないか、かわいそうだかわいそうだけど、しっかりとその隙をぬいぬいぬいニングゲーミングしていって、え、ちょっと頼む、あしかもやばい、スポンジ参りだ、スポンジ参りだ、よーし、せーオッケーいやー最後噛み合ったな噛み合っての1位を、気持ちよすぎー